2日目でございますが、昨日はね、ブルブルダイエットをしたんですけれども、マジでやばい、これ痩せるんだろ、痩せるよ、おい肉も塊が、なんと、とんでもない失態を犯してしまいまして、昨日ラプラスちゃんと何を食べたかっていうのを今から紹介していきたいと思います。まず一つ目、ヤンニョムチキン。どう考えてもこれもうダイエットで一番食べちゃいけないやつじゃん、マジで。そして2個目、チーズ粉チキン。またチキンかよみたいなね、チキン3種類食っちゃったんだよね昨日。まあ、いわば、そう言うなればこういう状態よ。こういう状態にさらにそうキンパを食ったんよ。しかもさ、ラプちゃんマジでひどいのがさ、もうさ全然もうなんかハーチャマのダイエットとかマジで気にしてくんないの。なんか、いや、ハーチャマはもっと太りなよとか言って、めっちゃ頼んでくんの。キンパ食って、チキン食って、ほんとどうなってんのって感じよ、ほんとに。で、さらにもうね、いろいろ食べて、バナナチップスとか食べたからね。ほんとにやばい。マジでラプちゃん太らせようとしてきてんの、ハーチャマのこと。マジでやめてって。だから今日それを取り戻すべくめちゃくちゃ頑張ったのよ。で、さっきねツイッターでもね載せたと思うんだけど、謎のハーチャマのダイエット日記。もうハーチャマこれ1ヶ月ぐらい続けるつもりだから。いや別にハートさんもいらないけどね。いや、モデルになるから、うん、いやいいでしょ別に。モデル体型で別にモデルになるから、おっぱい大きいんだからいいやん。